ない人やから高崎君がこんだけしか持ってこられへん人と指3本で3本引っかかったらパーン自分の方持ってくれる人やったら3本で持ってくれる方の人もいやこれで1本で持ってくれたらな面白いけどちょっとそれは難しいできたらこう3本までこう3本引っかかったら背低いけど3本引っかかったらパーンって持ってこれたら手のひら全部の人よりは高くてそういう練習こうやって指先3本までいったらくる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 こういう練習できてとか直接胸にパーンとかそれかパーンってやったりとかそしたらここでこんな練習誰でもいいんだよこうやってやってるだけで肩のね広がる範囲可動域それも広がるしねこういうふうな練習をしてねくださいでちょっとやってみようか今パーンって持ってくるのだいぶ今やってるだけで同じことやっていいですか真ん中でくらしょそっちもっともっと詰めてやってあげて同じことはい見ときは取り方こんな感じやでほらで、やって、エスカパッて音がしだしたら本物やおおおおで、両足ちゃんと一緒に乗ってね拍手片足のほうになってみて片足やったら片足で着地したらこうなるよ、この下に足があったら間違いなく点出すんなだけど、両足やったらこっちにあってもこっちと半分ずつで着地してるから点出する可能性低くなるね、確率は下からしっかりポンじゃなくて両足でハッそしたらこっちにもっとも使えるしこっちにも使えるしそういうことなんだから両足でしっかり着地してくださいわかったはい、じゃあ次の練習はポーズがここに入ってくれるから